クヌギやアベマキでどんぐり笛を作りました。尖っている部分を少し取って、戸当たりゴムのくぼんでいるところに乗せて固定します。ここに押しピンを刺して小さな穴を開けます。ここからネジ釘を差し込んで中身をくり抜いていきます。少しぐりぐり回したら強く引っ張ります。これを何度か繰り返します。穴が大きくなってきたら釘を奥までねじ込みます。この穴からどんどん中身をかき出していきます。釘が届かなくなったら長い釘に変えます。どんぐりを回すようにしてぐりぐりと中身をかき出していきましょう。ここでは木ネジを使っていますが、普通の釘で十分です。釘の先が殻の内側まで届くと、身が剥がれて大きな塊が出てきます。これをどんどん引っ張り出していきます。最後は釘の頭の方で中身をかき出します。中身がすっかりなくなったら出来上がりです。ここまで約20分かかりました。この穴を下唇に当てて息を強く吹き込みます。何度か練習するといい音で鳴るようになります。